はい、で始まりましたアモテチャンネル。さあ今回なんですけども、ジャッジメントっていうですね番組がありまして、そちらで東大を目指すねたわしさんに問題を解いてもらったんですけども、それが2022年青山学院大学文学部の問題だったわけなんですが、はい、今回はそちらを解説していきたいと思います。はい、スタジオはですねいつもゆうてら授業チャンネルを撮っているコロボネットさんにお邪魔しております。さあそれではですねそちら解説していきたいと思います。まあではね、番組ですね時間がなくてちょっと問題短くなっていました。撮影時間もうギリギリだったんですよ。もう後ろある状況で司会のね上村さんもう別の仕事がある中やっていただきまして、もう時間もないってことだったんで、この最後のねこの able to meet fewer and fewer of their needs close to home っていうところはなくしてあります。時間がなかったんで。で、文脈自体はこれたわしさんもですねあれ読んでます。読んでるんで、だから解説のところで河川部だけのじゃないじゃんって思った方もいるかもしれないんですけど、そう実はこれがありました。ではそちらをね、解説していきたいと思います。 Discussions of urban mobility often focus on travel speed, enabling people to travel significant distances in short periods of time. Urban mobility 都会ですね。 Urban っていうのはね都会の下 Suburbね、そのモビリティっていうのをよくですねトラブルするそのスピードについてフォーカスするよ。でコロンがあって、コロンは具体例ですから enable人というですね人々をすごい遠い距離トラブルできるようにするよ、短い時間で in short periods of time、ね、This forecast is mistaken、 これは間違ってるよって言います。This history of cities shows that as travel speeds increase our cities spread out、 ヒストリーが示しているのは、トラブルするスピードが上がると、cities が広がっていくんだ。We end up spending as much time traveling as before, only at faster speeds over longer distances. End up by NG ですね。こうすることになるよ。結局のところ、traveling speed はかつてと同じになる。スピードは速くなるんだけども、distance が遠くなっていくんだ。でこれ結構書き換えられてて簡単になってるんですけど、元の英文読んだらあるセオリーが書いてありました。でそのセオリーっていうのはですね、あこの本文自体では説明なかったんですけど、そのセオリーっていうのは人々っていうのは結局のところ30分ぐらいのコミュートをしたがるってやつでした。だ通勤通学にね、つまりは通勤通学で電車でこれぐらいで30分の距離だったけれども、電車が速くなった場合ですね、30分で行ける距離が広がるじゃないですか。だからスピードが上がっていく、行けば上がっていくほどどんどんこう距離が離れていくだけだ。みんな速くなったイエイって思うかもしれないけど、結局距離が広くなっていくんですよ。だから通勤時間が短くなるわけじゃないってことね。 People are unable to operate or unable to afford the faster mode of travel are left behind, able to meet fewer and fewer of their needs close to home っていう風に言ってます。でこれまあもっと前の方には15分以内でなんかいろんなもの全てを15分以内に手に入るようにしたい人たちがいるから、だからシティに人が集まるみたいなね、そんな感じの内容が書いてあったんですよ確かね。でこの構造ですね、そうです、この構造かなり難しかったと思うんですよ。ぜひね、皆さんもね役書いていただいて、いい役は固定しようと思いますの でもうこれ引っ掛ける気満々なんですよ。そもそも元の英文見たんだけど、元の英文と違うんだよね。そう、元の英文よりも引っ掛かりやすくなってる。どうなってるか、そうこの are left behind の主語が、ね、mode of travel とかで取っちゃうとおかしいわけじゃないですか。だって are って複数なんだから。だから are っていうのの主語がまず people だって分かんなきゃいけないわけなんですよ。だから people are left behind であるっていうのが分かんなきゃいけない。でその時にこの unable to operate、 people are unable to operate、 何をオペレートするんだって思わなきゃいけないわけですよ。でここに or unable to afford、 これが挟まってるからややこしいんです。で何がねひどいかっていうと、これ本文元々の出典見てきたらこうカッコついてたからね、この出典はね、カンマじゃなくて、おいみたいなね。そうだからこれが unable to operate the faster mode of travel だって分かんなきゃいけないんですよ。こいつ afford と operate 2つがこの共通してですね、 the faster mode of travel を目的語に取ってるって気づかないといけない問題だったんですよね。でさらに後ろに able to の分子構文って言われるやつが挟まってるので難しい。まあちょっとジャッジメントでは時間なかったんで、この後ろの部分は取っ払いましたけど、ということで構造としては、もう構造構造って井上構造が頭に浮かんでるんですけど、まずここに気づかないといけないよ。 Unable to operate the faster mode of travel, unable to afford faster mode of travel ですね。より早い移動手段を操作できない、もしくはそれのお金の余裕がない人たちっていうのは遅れを取っちゃうよって言ってます。はい、
いろいろと役は考えられると思うんですね。操作っていうか、まあ、利用するぐらいにしとくとぴったりかなと思いますけどね。より早い移動手段を利用できないとか、利用するお金の余裕がない人たちは取り残されてしまうんだって。はい、まあ、だから考えてください。その早くなってったってさ、新幹線とかですね、めちゃめちゃ早くなったとしたって、それを利用できる、ね、お金がなかったら無理じゃないですか。ですごい早い車が出たって、その車を利用したりとか、その車を買うお金がなかったら無理じゃないですか。でそう、どん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 早くなっていくんだけど、その早い手段を使えなかったり、その手段を使うお金がない人たちは取り残されていっちゃうよって言ってます。でここにまた分子構文が挟まってて、 able to meet fewer and fewer of their needs close to home。家の近くで meet needs ですね。これめちゃめちゃよく出るってよく言いますけど、はい、家の近くでニーズを果たすことがますますできないのだっていうふうにやってればいいです。ますますできなくなってきてるって意味ですかね。これ fewer っていうふうに否定的に訳してくださいね、うん。まあ、だから people who are unable to operate or who are unable to afford the faster mode of travelare left behind and they are able to meet fewer and fewer of their needs close to home っていう感じですね、はい。ますますそのニーズ、家の近くでそのニーズを満たせなくなっちゃってるんだって言ってるわけです。これね、なかなかね、和訳するときに状況を浮かばないとね難しいんですけど、そう、構造が分かって、だから自分は田舎と都会両方に住んだことがある人間なので、結構場面が浮かびやすいんですけど、なかなか難しいよね。このね、シティに全てのねものが集中してて、でどん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 、うん、遠くても OK になっていくわけですよ。早い手段が出てくるからね。だからこっちの方にはどん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 いらなくなるわけですよ。ここから多くの人たちはこっちに移動できるわけだから、街に移動できるわけだから、ここにスーパーとかがなくてもいいわけですよ。移動手段があるからね。でもこの移動手段を利用できない人たちはここになくなっちゃったら困るじゃないですか、っていうことだから田舎っていうのは困ってるんですよ。そうだから解決しないの、この問題っていうのは。早い移動手段ができればなんとかなるとかって思ってる人いるんですけど、そんなもんじゃこの問題は解決しないんだよってことなんです。だから実際浮かぶわけですよ、私は頭の中で。まあ青森のね、母方の青森のとこなんて発展してた町なんですね。でもみんなが車が利用できるようになって、どん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 遠くに行って、まあ遠くにね、大きいジャスコとかさ立つわけじゃないですか。でそういうところに移動できるようになったら、その商店街はどんどん廃れてってなくなっていくんですよ。そうだから、うちの母方の実家の方なんていうのはもう完全に廃れてしまったわけです。商売のエリアだったのに、こう遠くに行けるようになったから。でその遠くに行けるようになった、このまあちょっとね大きな駅っていうのを今は廃れてますからね。だってみんなもっと遠くに移動できるようになったから、もっといろんなものがあるところに行けるようになったし、成長したら遠くに出てっちゃうじゃないですか、その町を捨てて。まあ東北だったんでね、盛岡に出たりとかね、仙台に出たり東京に出たりって人もいると思いますけど、っていう風にしてどん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 結局のところ、速いスピードのものが出てきてもシティに人が集中してしまう、そして田舎はどん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 人がいなくなってしまうっていう現象は起こり続けるってことなんですよ。何の解決策にもならないんだよっていうことでした。まあそこまでのことは書いてないですけどね、私は。だからそういう場面が浮かぶわけですね、まあ、田舎と都会を両方経験してきたから。まあそこまで浮かばなくてもいいですけども、ぜひ皆さんも和訳挑戦して書いてみてください。そしてジャッジメントの方ですね、ぜひ見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 高評価、チャンネル登録忘れずに、そしてユーテラ授業チャンネルも見てね。